タリストーク。よっしゃ、OK、オッケーです。チューニングもしたし、はい、音作り、音作り、なんかアンプが爆発したような音めっちゃ好きなんですよ。どういうこと？なんだろうな、前まではシャララーンって綺麗さ求めてたんですけど、最近なんかもうすげえアンプ爆発してんなみたいな。え、マーシャルばっか使ってる？最近マーシャル多いですね。マーシャル使うようになってからは、うん、アンプがもうクリーンな状態が若干もうクランチっていうか、うん、もうそのそれに対してそのエフェクターとかの歪みがどんどん乗ってくるようにしてっていう風に作って、うん、音作りは、うん、なんでだからまず最初クリーンなんだけど、思いっきり普通にこの単音で弾いたらなんかクリーンなんだけど、思いっきりガッて弾いたら歪むぐらいにアンプセッティングしといて、うん、みたいな。そんな感じですね。はいはいはい、うん、でオーバードライブはなんか最近結構気に入って使ってるのは、うん、まあ、シノーズ、シノーズ分かんないんですけど、友達に勧められるがままに買ったんですけど、うん、シノーズってもともとそのアンプ、ハイエンドアンプメーカーっていうか、うん、ハンドメイドアンプメーカーよく分かんないですけど、アンプを作ってるブランドなんですよね。そこが出したオーバードライブ、うん、紫色でトカゲみたいなのがニュルンっていうやつなんですけど、あれがなかなかにキラキラしてるんだけど太いみたいな、うん、お気に入り、お気に入り一番。へー、そうですね、この前のライブだけあれ1個でいきましたからね。そうずっとあれですね。へぇ、リズム量ちょっとちょこっと変えるぐらいで。シノーズ、シノーズ機材が全然詳しくなくて、うん、ダメなんですよ。同じくやわ。なんかもうなんかレッサンも言ってましたよね、音が出りゃいいみたいな。うん、言ってた。だから俺も爆発してればいいんですよね。爆発してればいい。そう、ガーンって弾いたらダーンってなってくれればもうそれでいい、気持ちいいってなる。前ジャズコ使ってたよな。そうですね、ジャズコ前はやっぱりその最近弾くものの傾向が変わってきたっていうか、ちょっとロック寄りになってきたんですよね、かなり。だから音の太さとか気にしたりとか、その、うん、なんだろう、あと音色の好みも、前はその綺麗にその分離感とか音がしっかり、コードのトーンとかがこう弾いた時になんか音がしっかり分かれて聞こえるみたいな感じを意識して、だからクリーンをすごい大事にしてたんですよね、そのセッションとかいろいろやってた時。でもなんか最近とにかく太い音をみたいな、ドラムとかベースに負けない太い音を出したいってなって、ピック変えたのもそれぐらいの時ですよ。なんか思い切りガーンって弾いた時にそのコードをなんか弾いた時に負けない、うん、爆発させる、結果やっぱ爆発させる、そしてピックもでかくみたいな感じになりましたね。はい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 。ライブで失敗したことで一番やばかったこと、はい、あ、それはもう高校の時に組バンドを、そうですね、バンド始め、ギターでやり始めたばっかりぐらいの時に、もうギターだってなるじゃないですか、ね、ギターだってなったら前に出たりとか、うん、やっとできるこういうことかみたいな、それベースでもやりゃよかったのにしてなかったんで、うん、ギターソロ、ソロがあるっていうのがまず新鮮に過ぎて、うん、もうはしゃいでたんですよね、で、いちびってたんです、完全に、うん、で、そしたら、なんだっけ、その時のコピーしてた何の曲か忘れたんですけど、ギターソロの前でなんかドラムとかダーフィルやってるところでガー勢いよく出てって前に、でもモニターにダン足掛けた瞬間に全てを忘れたんですよね。もうだってもう忘れた瞬間にこう何個押さえる場所があるのかっていうこと考えたら、もう適当な音出すわけにはいかないしなーとか考えてたら、モニターにダン足掛けたところから一切動かなくなってギターソロ終わったんですよ。何こいつみたいな話ですよ、お客さんからしたら。バン足掛けてうわーってなったら何もやらないみたいな、うん、コントかなっていう。新しい給付を絡んでたんやな。給付を引いたんです。
いやあれは焦りましたね本当に。うわうわーってなりましたね。でどうなったの、そのうわーってなって。いやだから本当にそのままギターソロ終わって、あー思い出したってなって弾き始めた、うわしかもその時確か俺編成ギター一人だったの、ね、ベースとドラムしかいない最悪だ最悪やなんで急にリズム隊のなんかアンサンブルのグルーヴ強調してきたっていうなんだこのバンドはってなって、うん、本当にあれはたまに夢で見ますもんね。うわトラウマやんそれ。トラウマっすね。へえ。あの時のみんな顔はこっち向いてるわけですからね。で俺何もしないわけですから、ね、地獄レースです。怖っ。本当に怖かったあれ。そんなことあったの。いやあれが一番ライブで失敗しましたね。それ人生で失敗したこと。人生で失敗したことってなんですかね。ギター始めちゃったことじゃないですかね本当に今頃ギターずっと野球そのまま続けてたらきっと多分ちゃんと社会人になってみんな野球続いて幸せな家庭築いて野球やりたかった。野球実際未だにやっぱドラフト会議そわそわする示されるんじゃない示される絶対されへんからなんかな横浜ベイスターズ4位俺来ないから余裕締めあたりでないからもうトゥンって来ないからいやいやでも野球面白いな。そうですね、野球はやっぱり本当に好きなんで、うん、だ最近ウイレウイレ言ってた割にはいまだにやっぱやってるゲーム1個だけパワープロ、うん、あれだけはやっぱりサッカーやってたけどパワープロしかやってなかったな。パワープロ面白いですもんね本当に。最初とかあれ思うやん、一緒にそのウイレとかってよりリアルを追求してるやん。そうですね、パワープロって全く別のベクトルで追求してない。そうですね、だってなんか 2D キャラみたいな、ね、ずっとハゲチョロビみたいなやつが野球やってるわけですもん、うん、でも最近進化してるんですよ。そう今俺一番2016買ってやってるんですけどビータのやつ、あれすごいですね。もうだってホームラン確定ホームランみたいなの打った瞬間にスパーンみたいな、もうアングル変わるやつ、アングル変わるやつ、あっ、いったなみたいな、うん、あれ気持ちいいんですよね。じゃあ良かったことは逆に。良かったことですか。ギター初めて一番良かったこと。あーなんだろう、最近は、うん、カッティング極めておいてっていうかカッティングばっかり練習しておいて良かったな。あー意外とそのみんなやっぱりリードの方に、うん、俺リードすごい苦手なんですよ、うん、なんか早弾きもそんなできないですし、でもなんかカッティングとかだけだったらなんかちょっとチュンって上に少しだけ1バシンぐらいはいけるかなっていう、うん、まあ実際リードとか練習してるけど、うん、そのなんていうんだろう、バンドとかアンサンブルの中でってなるとギターって和音でそのバッキングというかあっちに回ったりとかカッティングに回ったりそういうことの方がほとんどです、ね、だから本当にいろんなその専門の時に言われたのもその人生の9割はバッキングだみたいなその通りだ人生の9割はバッキングだっていう、だから伴奏すること言うて伴奏楽器ですからね、うん、ギターってのは曲にも寄ってきますけど、だいたい歌物6弦もあってこういう動作ができる、そうなんですよねっていうのはだいたいそうですね、うん、伴奏そのインストとかやらない限りはなんで、うん、だから一時本当に専門の時その人生変わったきっかけじゃないですけど、うん、変わったっていうかそのプレイが変わったきっかけ、うん、カッティングって専門入る前だから大の苦手だったんですよ逆に、うん、それまではなんかこれずっと早弾き高校の時もできなかったんですよ。だからリフ命みたいな男だったんで、うん、ずーっともうここまでですよね。もう次のとかできないんでずっとこれは多分できるみたいな本当にだからずっと未だに好きなフレーズやっぱこれな、そうですね、もう本当にでもそこでカッティングとかがだからもうなんかもうくちゃ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 してるみたいな、くちゃらだったんですよカッティングが。だからなんか振りが遅いんですよね単純に。だからみたいな、だからリズムが悪いしなんか音も悪いみたいな、すごいなんかその時のパンク系のギタリストの人に怒られたんですよ、先生の時に。そんなんじゃ本当に邪魔しちゃってるからみたいな、うん、お前もう1週間この1週間ずっとカッティングだけを1日2時間練習してこいみたいな、うん、ひたすらその時の曲がなんかファンクの曲で、うん、み
みたいな、もうコードも動かないんですよ、うんうん、ずっと F-7 のやつのまんまで、うん、だこれをその曲のテンポに合わせて2時間メトロノームだけを聴いて、うん、みたいな、うん、やり続ける練習して、でフォームも直されて、なんかずっと手パーでこの、まあ、手パーでやる人もいるんですけど、うん、僕はなんかフォーム的に離した方がいいんじゃないのみたいな、握っちゃった方がいいんじゃないのってなって、最初握るのがすごい慣れなくて、うん、1日その2時間の練習の間に100回ぐらいピック飛ばしてて、なんか変なとこに当たってあーみたいな、うん、なるみたいな。でそれをでも本当にだからそれ1週間どころか、もうそっから基礎練は毎日続けたことはそのなかったんですけど、カッティングの練習だけは専門の時、多分その1日2時間同じフレーズをカッティングし続けるっていう練習は、うん、マジで毎日メトロノーム聞いて2時間、うん、じゃあ今からはいみたいな感じで時計も今何時って確認したら、もうでもなんか全然苦じゃなかったんですよね、その練習2時間もずっと同じフレーズ弾いてるみたいな。でその先生の理論もやっぱりその黒人がそのなんでリズム感すごいかって、うん、あいつらは日がない一日ずっとそんな楽しく同じフレーズをずっとやり続けてて、ファンクの、うん、本当にドファンクの曲とかって10分間とか同じカッティングのフレーズとかしてる時もあるし、うん、それがやっぱ苦じゃないし、あいつら多分2時間やってもリズム寄れないからみたいな、うん、2時間でやってリズム寄れないってことは5分なんてもう何も寄れることないじゃないですか。だからそういう理論で2時間やって寄れないなら5分寄れないみたいな、うんうん、もうすげえ体育会系ですよね、覚え方が本当にでも体に叩き込むみたいなので、あれは本当にやっといてよかったなって、練習として、今に生きてると、そうです、ね、仕事にも生かせてると、そうです、あのやっぱ練習法をまず身につけたのは他にも応用が効くんですよ、ね、その未だにやっぱリードとかっていうのは苦手なんで、そのギターソロを何かレコーディングやらライブで弾かなきゃいけないってなったら、その時のあれじゃないですけど、うん、2時間ずっとダウでその部分をループにさせておいて、一応録音もしといてる状態でバーッとそのフレーズだけを 2,3 時間弾き続けるみたいな練習とかも、うん、まあ時間に余裕があるときはちゃんとやって、っていう、だから反復ね、フレーズっていうものの反復は大好きですよね、うん、何か曲としてのフレーズの反復練習は本当に好きですね、うん、参考になりました。いやいやとんでもない何を言ってるんですか。まあ適当に弾くか。何弾きます、してるリフの A から Z まで適当に1個ずつやっていくか。 A から Z、 あーいいっすね、うん、A、 じゃあ僕 A 行くわ、はい、うわ絶対そう来ると思った、これやよし、これや、なるほど、 B、 Walk This Way や、エアロスミス、なるほど、 B か、 B、 あれあるやん最初の一文字何一文字最初、一文字分からんって、えそれ何のバンドです、ボンジョビやそうだ、俺今ずーっとバンヘイレンが邪魔してた俺 V やじゃあ次 C、 C、 C もらいますわ、 C むずない、チックコリアとかじゃね、あーチックコリアだったらもうで、あそうや、この後オッケーオッケーオッケー、 C、 D、 D、 あー D はいっぱいあるな絶対、うん、あれでいこう、あーもう出た出た、これや、よし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 、いいいい、わー俺知ってて今あるんですよ、お弾けねえそうやん、イーグルス、あーあーそれ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 、なんそれえ、この後何やったっけ、おぉ、あああれ、でもそんなそんな、いやな、これ
これやんな。そうそうです。イーグルス。ホテルカリフォルニア。次 EF。あ、F か。F は。ウーバスタンクとか。あ、あれ H や。あ。英語力。英語力。フーファイターズモンキーレンジって聞こえながら。ファジーコントロール。ファジーコントロール。なんだっけ、絶対1個あるんですよ。こんな曲があるんですよ。ファジーコントロール。これは覚えてる。あとなんか G。あ、G はもういっぱいあるじゃないですか。ガンズ。あ、ガンズ。ガンズ俺弾けねえや。何やったっけ。パラダイスシティ。ああ。G なんかでもいっぱいありそうなんだけどな。このやつ、うん、ジョージ・リンチ。ジョージ・リンチなんて弾けるわけない。おお、さすがメタラ。ジョージ・リンチの曲。そんなんあるんだ。なんかでも悔しいな。全然俺さっきから俺1曲しか弾いてないですからね。お前。GG、うん、めっちゃめっちゃ本当はみたいな。何それ、少女時代。G やん。H はもういっぱいあるじゃないですか。うん、ハロウィン。なるほど。イーグルフライフリーっていうとこ。よっしゃ。H I。I。アイアンメイデン。アイアンメイデン。さすが。さすが。J はもうあれや。あー、さすが。これじゃん。もう。こういうやつ。あ、そうそうそう。あとはもう。ね、あ。それあれやん。あれ？これで。これを弾きながら歌うやつやろ。そう。ソメイユはジョン・メイヤーですね。そうや。これはジョン・メイヤーはもうすごいですね。ちょっとだからジョン・メイヤーだと思ってさっきこれ、うん、って弾こうと思ったんですけど、この結局ジミー・ヘンドリックスですね。あれじゃないですか、さっき弾いてた。それ R で行くべきなの。ジョン・フルシアンってやろ。それ俺もそれ。何だってこれ。うん、K はもういっぱいいるっすよ。もうあれ、うんうん、なんだキスカート・コバーンとか。ああ、そんなもう最高の曲が。ディストーション・マンね。これ洋楽で僕が初めて一番にちゃんとコピーした曲かもしれんわ。あー、洋楽で一番最初にコピーしたなんだろう。レッチリですか。レッチリか、なんだっけ。L か、あれや、出た。
しんみりするな。これしんみりするな。あとなんか、あ、いいね。これですね。あとあとなんかドゥ。ハートブレイカー、ハートブレイカー、あとこれなんだっけそれ、コミュニケーションブレイクダウン、違えあれやろ、ロックンロール、あーそれだ、これすげえ楽しそう、こんなソロが絶対そう。ロックンロールや、ロックンロールですね。まあまあ、M M M はいっぱいある。ビートイット、ビートイット、あれ、あそうそうそう全然できない、それそれ、あ今いい C シャープ前だよ、ハハハハ、 N M N、 またニルバーナーになっちゃうけど、そうだ、ブリード、ブリード、これやったっけ？それ、多分それだ。うん、で、タカ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 ってドラム入ってくるやつ。あがブリードやった。そうだ。お、お、あ、来た。これっすよもう。これはな。もうちゃんとかのこの後も。こんな明るくなるんだろうな。ああそれ。こっからやばいよなこれ。要するにあれやろ、平行調で A メジャーに行きました。わあ。F シャープから。ああこの後わかんない。懐かしい。タッピングで。そう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 。そうだ。全然違う。アームで。そうだ、トゥー、うん、あ懐かしい、全然覚えてないもんっすね、つかソロ練習してねえやつ、そういえばこんな感じのやつや、懐かしい懐かしい、オジオズもめっちゃコピーしたもん、あのバークアットザムーンとか、あ夏、うん、これとか、そういえば今更だけど M 思い出しましたわ、うん、メガデス、ほんまやそうそうそう、きた、ギターソロクソかっこいいよな、この時ってマーティーだったんでしたっけ、うん、マーティー、メロディアスなソロっすよね、こんなん、そうっす、 P、 P、 僕は、P、ポール・ギルバートめっちゃ弾いてたミスター・ビッグなんだよな、ああまあでもこれ、ポール・ギルバートのソロアルバムの、あフライング・ドッグ、こんな曲が、うん、
めっちゃ好きでいいけど。いいっすね。いい感じやな。いいっすね。ええ感じ、ええ感じ、ええ感じやな。いい感じやな。目線に。パッと目線に。パッと目線になんだっけな。懐かしい。9。クイーン。クイーン。ドゥンドゥンダン、ドゥンドゥンダン、マイフェザファンセソフェンソン、ファリヘッドフェンソン、フェンソン、フェンソン、シリーさん。あ、ギターどこから入ってくるんだ。だから A で入ってくる。みたいな感じ。知らなかった。そこまで。R、レッチリア。レッチリア。よっしゃ。楽器屋で一番弾かれてる。うん。リフっていうかレッチリのあれがあれらしいで、うん、あ、やっぱそうなの。それそれ。ドゥルドゥルドゥルン、あードゥルドゥドゥなあ、ちょうどこの前聞いたな。なんかあれもなんかカッティングじゃないか。あ、そうだ、めっちゃコピーした。これ僕デモテープで、デモテープオーディション受けようってなって中学3年生の時に、で2曲送ってくださいって言われて、うん、1曲目このレッチリのアンダーザブリッジをギター1本でフル尺で撮って送って向こうも困惑するでしょ、ね、困惑する、なんだこいつみたいな。仲いい友達が送ってきても全部は聞かないですよねすこれとクレイジートレインをギター1本で撮って送った残念ながらダメだった。そうですね、それはちょっとさすがに、うん、ダメだった。脂っこいわ。脂っこいな。 S S、俺見つけた一個。何？あ、あ、やばい。いやー、これはもう死ぬほど。こういうところの使い方かなんかもかっこよすぎる。大体もいい。そうですね、うん、こんなんとか。そんなんですね、うん、わーなー。あとはスティービーワンダー。スティービーワンダこれしか知らないけどいいな何ていうこのバッキングがすごい面白いんですよ。なんかこうだ、うん、っていうなんか、うん、このはいはいはい、すごいむずいんですよ、ね、なんか、そんなバッキングなんや。そうなんです、めっちゃ可愛いなへえ、なんか楽しくてついついいいなそれ。 T T T このやつ Hold in the line っていう。ああ、あれなんだっけ、曲名が全然出てこない。ジョージーポージーだ。え、全然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 
ユー難しいと思うけど、UFO っていうバンドが確かあって、マイケルシェンカー、ロックボトムっていう曲、俺も最強のロックバンド1個も出てきてる、ユー、あ、間違えた、どれで、この曲めっちゃいいよな、こうか、こんな感じ、あ、V V あれちゃうか、よし、俺先行っちゃっていいっすか、うん、いいよ、え、弾けるかな、待って、あれや、あー、取られた、あ誘うじゃねえめっちゃいってるやんW、あーあーどれだけなんてなんて風増えても悩んだり泣いたりするする今日はもうかねいらしく心躍るほうてぃてぃてぃどっかのあいつの反対だX、ジジ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 ジなんだ、そう、え、Z Z Z、 これいっちゃむずいよ、ないっすもん、ザックワイルドぐらいじゃないですか、ザックワイルドよ、ザックワイルドのソロとかって言うとブラックレーベルソサイエティとかなってまうよ、だってザック、まあザックワイルドでいいや、ザックワイルドと言えば、ザックワイルドと言ったらだからそれもうだからさっき、うん、ランディローズはそうそう、これが、うん、ザックワイルドになると笑そう、それだよ終わりだった、終わったな、うん、あれはあ、間違えたすごい人口やな。最後にシャープイレブンスを足すと気持ち悪くなる終わり方の、なるほど、なんかジャズとかってよくなんか、うん、こういうソングっすな、え、うわ、
たいな、おしゃれな半音上がって割るっていう、うん、ああむずいっすね。なんかベースのあれを弾きながらウォーキングベースですいや本当に名曲なんですよ。俺一番やっぱ好きなギターですよ。ラリー・カールトンですからね。え、じゃあこれで撮ってここ完全に一発じゃないですか。もうなんかぶち込みたかったんですけど全然余裕なかったっすなるほどでやっぱなんか面白いことしたいんだったらこのここで普通にこう行くんですけど、ここでっていう風に板の仮定したようなフレージングにすると、ここでなんかみたいなフレーズっていう風にしたりする。なんか勝手に、なんかジャズのやつだって勝手に足すんですよね。こう足しまくる。足しまくるみたいな。だから E7 一発だーっつってんのに、ここを B7 だと仮定してみたいな。仮定し出す。仮定し出す。急になんか普通に。みたいな、なんか参考になりました。いやもう全然参考にしない方がいいですよよし、じゃあこんな感じで、こんな感じで今日のゲストは、yeah. ナオ君でした。どうもありがとうございました、ありがとうございました。1時間ぐらい弾いてるやん。そうですね、めっちゃ弾いた